美術で日本を研究する修科堂の田中でございます。絵画骨董買取プロの田中でございます。さてですね、棟方志功についてちょこっとこうお話して、棟方志功はですね、こういうまあ基本的にモノクロの版画が多いんですね。でモノクロの版画に色がついてるのはよくありますね。あれは実は色はついてません。どういう、これ何を言いたいかというとですね、版画はですね、昔からですね、浮世絵なんか、まあ、この同じカタログに載ってるこういう浮世絵なんかはですね、木版多色刷りって言うんですよね。まあ、例えばこの北斎ね、北斎はブルーしか使わないんで、ちょっとあれ例としてあれですけど、まあ例えばですね、まあ広重のこの魚づくしシリーズですね、これだったらまあ墨線、黒の墨以外にブルーとか赤とかいろんな版を使ってですね、まあ、多い時は20種類ぐらいの版をこうなんかまあなんか重ねですね、作っていくわけですね。ところが、棟方志功の場合は、墨の版しか使えません。なので色は必ず自分で色塗ってます、後ろから。でたくさん色が綺麗なやつも後ろからこうピューッと塗ってですね。で僕ら真眼について、見極める時はまあ裏から見て、塗り方が変だったらすぐ分かります。まあ大体表から見ても分かりますけど、まあ迷う場合とかは後ろから見ますね。そうすると塗り方がなんか変だなってのはよく多いんですね。裏彩色っていうんですけど、これは非常に棟方志功の版画にとっては非常に重要な技法です。棟方志功が別に発明したわけではなくて、あの裏彩色という技法はもう昔から得られてるんですけども、それを生涯非常に、上手に、使った画家ですね。まあ、この棟方志功のねってね、これね、まあ、ねぶた祭りなんか出てくるそのまあ、なんだろう、タコとかね、タコは違うか、タコとかねぶた祭りのあれとか、なんかこう日本人とこう基本的なこうなんか造形のこうライブラリーにあるような感じのものなんだけど、棟方しかできないデザインになってるっていうね、ちょっと切り絵っぽいような雰囲気もあるけれども、この辺がこう棟方ならではのねもので、どれを見ても棟方って一瞬で分かるこの顔のアイデンティティというかね、魅力が大変ある作家だと思います。今でも非常に人気がありますので、ぜひですね、お持ちの方いらっしゃいましたらお譲りいただければと思いますし、欲しい方いらっしゃいましたらぜひご連絡ください。まあ私どもですね、まあ下手にですね、まあ皆さんですね、安心を求めてデパートに行くとかね、で、まあ、あるいは安さを求めてオークションに行くとかね、まああるんですよ。あるんですけども、本当は僕らみたいなしっかりとした画廊さんとですね、まあ自分で言うと本当かよってなるかもしれませんけど、画廊さんとつながってきちっと一つ一つ丁寧に買ったり売ったりするのがいいです。これはおすすめします。ですのでですね、ぜひ、私どもにご連絡ください。絵画骨董買取プロ修科堂の田中でございました。棟方志功のことなら何でもお尋ねください。はい、ありがとうございました。